お元気ですか？僕趣味です。今回は2022プロ野球チップスカード第3弾の開封動画4回目でございます。早速やっていきたいと思います。そうそうね、白菜カードとかね、出てほしいなと思っております。じゃあ早速ねやっていきたいと思います。まずは一袋目でございます。楽天の、和久井秀明投手でね、OB 出ましたね、野村、勝也選手兼任監督でございます。2袋目でございます。ちょっと声今日はねちょっと声が、よくありませんのでご了承ください。佐々木朗希投手の17イング連続パーフェクト投球でございます。坂本誠志郎捕手でございます。3袋目でございます。ソフトバンクの和田剛投手でございます。中日ドラゴンズの、ライデル・マルチネス投手でございます。続いてね、これは4袋目でございます。ちょっと待ってくださいね、今カード切っちゃったら大変なことになりますからね、慎重に入れます。4袋目でございます。ライオン、失礼しました、スワローズの原樹里投手です。ライオンズの、滝沢夏生内野手でございます。5袋目でございます。ソフトバンクの2番モレイド、投手でございます。楽天の住谷銀次郎捕手でございます。6袋目でございます。読売ジャイアンツのクリストファー、クリストストモ・メルセデス投手でございます。千葉ロッテのネオレス・マーチン外野手でございます。8袋目でございます。これ長岡秀樹外野手ヤクルトスワローズですね。で、OB 決まったね、元西武ライオンズの松坂大輔投手の、ね、カードでございます。9袋目でございます。でまたね、OB 来ましたね、元中日ドラゴンズの星野誠一投手のカードでございます。で読売ジャイアンツの岡本和真内野手の球団史上日本人最速の通算155を達成した時のカードでございます。で最後の、10袋目でございます。広島東洋カープの上本隆史内野手です。中日ドラゴンズの柳裕也投手でございます。以上でございます。以上で2022プロ野球チップス第3弾の開封動画4回目でございます。白菜カードは出なかったんですけどね、結構今回はね、OB が結構出ましたね。でまたね、お金がありましたら第5回もやっていきたいと思いますし、
あと近日中にですね、またあのプロ野球カード、あ、カード、カードね、ボックスを購入いたしましたので、またね、届き次第また、動画としてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。